美女高原にはおよそ1万株の水芭蕉が実生しています雪が多かった今年は見ごろが遅れるかと思われましたが先月暖かい日もあったことから今月に入って咲き始め例年並みの今の時期に見ごろを迎えました雪どけ水が流れる湿地帯に白く可憐な姿を見せています花びらのように見える白い部分は 仏縁峰と呼ばれる葉の一種でその中央の円柱状の部分に小さな花が集まっています今月下旬まで楽しめるということです